各位观众好，こんにちは。我们今天代表 Flash Gear， 要把这个盒子给打开，看看里面有什么东西。今からじゃあこれのアンボクシングをしたいと思います。じゃあ。キャジャハンの終わりの切ってみましょう、開けてみましょう、じゃあ、はい、ここはこうなって、あ、ここも切らないといけませんね、大丈夫、はいよここもねOK、好結構重いんですよ、これ、実はそこ切れてませんよ、ちょっと引っかかってますね、こっちがこうなってあと、何が入ってるかって言いますと、ゲームが入ってるんですね、まず。不知道。そして、これを出すと、じゃあ、私がここを持ってますんで、あげてください、お願いします。ちょっと、一緒に行けますかね。じゃあ、これを下に置きますね。あら、メガネが、誰のメガネでしょうか、わかりませんが。じゃあ、一応。二つあるみたいですね。一つはこちらで、こう向きのゲームの本体で、然后这边好像是电池，还有一些ラインですね。電線。でこっちが何なんでしょうか。よくわかりませんけれども、ナイフお願いします。はい、刀子。はい。はい。で出しますとコントローラー。好像是四つコントローラーが入ってます。Remote control。これケースになってるんですよ。実は。こう打開来看看。開けて。え、我打開一個啊。すごい。哦，原来是这个。違う色が違って、すべて。好像是不一样颜色哦。色が違うんですね。え、还有一个红色的。で、他にもう二つ。一个蓝色的，还有一个深色的。入るようになってて、一応。今は4つが収まるようになっています。で、本体ですけれども、ケースでじゃあ出してみますと、こんな感じになっております。後ろがラインに入るところで、一つのゲームと、じゃあ開けてもらって、はい、じゃあ開けましょう。で、開けますと、ケーブルが、電池も、リモコン用の電池があってですね。単四の電池2個で一つのリモコンで感じで、好、谢谢、こんな感じでした。